上村川は、長野県及び、岐阜県を流れる矢作川水系の一級河川である。矢作川の支流ではあるが、流域面積と延長は、本流側の上流よりも規模が大きい。江奈山の南方にある長野県下伊那郡平屋村の大川入山に源を発する、上流域では、柳川と呼ばれる、平屋村を流れ、入山など、村内の各支流を集めて、平屋川と名を変えて、 西に流れる。途中岐阜県との県境をなして流れ、岐阜県へなし上矢萩町内に入ると、上村川に名を変える。上矢萩町はかつて上、村と下原田村の二村が合併して誕生した町であり、川の名はこの旧村名に由来する。上矢萩町内では蛇行しながら南流し、愛知県との県境で矢萩川と合流する。矢萩川本流は、 長野県下稲郡根羽村を源流としているが、上村川との合流点より上流部の延長は 16km、流域面積は125平方 km であるのに、対し、上村川の延長は 25km、流域面積は211平方 km となっており、規模で比較すると上村川の方が、より本流らしいと言える。長野県と岐阜県の県境付近の上、村川は、 立原渓谷という険しい渓谷を形成している。上村川流域の地質は風化しやすい、河口岩室であるため、立原渓谷に並走する国道418号は、大雨の影響で土砂崩れや崩壊が頻発し、過去に幾度となく通行不能となっている。とりわけ、2000年9月に発生した東海豪雨の被害は甚大であった。 東海豪雨での最多総雨量を記録したのは上村、川流域の槍が入り観測所であり、その総雨量は595ミ、mm、リメートルに達した、流域に広く分布する人工林の荒廃の影響もあり、至るところで土砂崩れが品質し、上村川に架か,かる橋の多くが流出したほか、大量の流木が矢作ダム湖に流出するなどの大きな被害が出た、岐阜県内における 東海豪雨の被害は上村川流域のみに集中していたため、岐阜県はこの災害をめぐま南豪雨と名付けている。上村川はその全流域が岐阜県によって管理されている。だが、国土交通省中部地方整備局は、現在洪水調節や浄水道供給を目的として、辰原渓谷に特定多目的ダムである上谷萩ダムの建設計画を進めている。 ダムの高さは150.0メートルと日本屈指の規模を誇るダムとして計画され、恵み南豪雨を機に堤防整備や川床掘削といった河川改修が困難な上、村側の治水に寄与するとして期待されている。だが、地元では清流が失われることや水没する住民からの反対運動もあり、1993年に計画が発表されてから事業は進捗していない。 岐阜県にえなし上谷萩町海侵食により低下した川床には埋没儀が確認できる。長野県と岐阜県の県境に海と呼ばれる地名がある。ほとんどが急旬な V 時代である立ち原型国内では異様に広い川床が特徴的な場所である。恵み南豪雨の際の大量の出水で現れた川床から湖清掃と大量の埋没儀が確認され、かつてここに 湖があったことに由来する地名と考えられている。その下流の協作部には無数の巨歴からなる感謝地があり、山体崩壊の後と考えられることから、地震による山崩れによって上村川がせき止められ、湖ができたものと推測されている。年代測定の結果、山体崩壊が発生したのは16世紀後半であり、湖を形成した原因が、天正地震である。 可能性が指摘されている。長野県下稲郡ネバ村、平屋村岐阜県へなし。ありがとうございます。